エリオット・スミス、エリオット・スミス、スティーブン・ポール・エリオット・スミス、1969年8月6日から2003年10月21日は1990年代から2000年代前半にかけて活動したアメリカ合衆国のシンガーソングライター。オルタナティブ・ロック・バンド、ヒート・マイザーの一員として活動中の1994年にソロデビュー。 1996年にヒートマイザーが解散した後はソロ活動に専念し、1997年の映画グッドウィル・ハンティングに提供したミス・ミゼリーがア,アカデミー歌曲賞にノミネートされたことで一躍脚光を浴びる。6枚目のアルバムを制作中であった2003年10月21日、カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で胸に2カ所の刺し傷を負い、死亡。 要因は今も不明。ローリングストーン氏の2007年11月号の企画、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も歌唱評価されている25人のギタリストにおいて第23位。1969年8月6日、エリオット・スミスはネブラスカ州オマハにて医学生の父親と小学校の音楽教師の母親の間に生まれた。およそ年後に、 両親は離婚し、スミスは母親に引き取られる。移り住んだテキサス州で、幼いスミスは、警府チャーリーとの関係に苦しむことになる。当時の彼の苦悩は、後年に書かれたサムソングの一節で示唆されている。チャーリーは来る日も来る日もお前を痛めつける。大人になる頃にはお前はおかしな奴になっている。スミスは9歳の時にピアノを、10歳でギターを始める。 彼の音楽の才能は早くから発揮されており、自作のピアノ曲で賞をもらったこともあった。14歳の時、オレゴン州ポートランドのジップのもとに移る。この頃、借り物の4トラックレコーダーで最初のレコーディングを行っている。また、友人の影響でドラッグやアルコールに手を出すようになった。高校在学中には、ストレンジアザンフィクション、A Murder of Crows、 ザ・グリーンハウスというバンドに所属した。高校卒業後、彼はエリオットと名乗るようになる。この名前の由来については諸説あるがはっきりしない。スミス自身は本名のスティーブという響きがジョックみたいに聞こえると、う理由的に言っておらず、スティーブンだとガリベンポぽいと思っていたらしい。大学時代に彼は旧友のニール・ガストと共に、 ヒートマイザーを結成する。卒業後、トニー・ラッシュとブランド・ピーターソンが加入し、1992年頃から、ポートランド周辺で活動を始める。バンドは、デッドエアー、コップオスプダー、イエローナンバー 5EP を、フロンティアレコーズから、最後のアルバムとなる、マイク・シティ・サンズ・オーバジンからリリースた。1994年頃からスミスは、ヒートマイザーと、 並行してソロ活動を開始したが、彼のソロキャリアにおける成功は、バンドメンバーとの間に緊張を生じさせた。結局、ヒートマイザーはマイクシティサンズの完成後、そのリリースを待たずして解散する。後にスミスは、ヒートマイザー時代を振り返って、僕の書いた曲をロックのテーマソングみたいにされしまうのは、うんざりだったと語る一方で、 それにもかかわらずバンドを辞めなかったのは友人であるニール・ガストのためだったと述べている。最初のソロアルバムローマン・キャンドルは当時のガールフレンドのすすめでアコースティックギターと借り物の4トラックで録音した8曲の音源をキャビティサーチレコーズに送ったことがきっけとなった。これを聞いたレーベルのオーナーはすぐにフル、アルバムとしてのリリースを持ちかけ、 ミニアルバムでの契約を予想していたスミスを驚かせた。当時の北西部は、マッドハニーやニルバーナが全盛で、そんな中でアコースティックのショーをやるなんて思いつかなかったよ。まるで処刑されるためにのこのこ這いつくばって出ていくようなものだろ。スミスのソロデビューライブは1994年9月17日に、ンブラペンんぶで行われた。その後、 メアリー・ルー・ロードの前座を依頼され、一週間ほどのアメリカツアーに帯同した。何とかの短いツアーの後、スミスは、アイ・フィグ・ユ・ド・ユ・アウトをメアリー・ルー・ロードに提供し、レコーディングにも参加した。1995年、エリオット・スミスをキルロック・スターズからリリース。セルフタイトルであるが、スミス本人は同作を名前のないアルバムと表現していた。 大部分はスミスが一人でレコーディングしたが、旧友のニール・ガストが、シングルファイルのザ・スピネーンズのレベッカ・ゲイツが、ショートトーン、アイズ・ヘブンの演奏に参加した。前作の作風を踏襲しつつ、さらに発展させた内容となっている。ドラッグとアルコール中毒を想起させる曲が多いが、スミスによればそれは、表面的な解釈に過ぎないという。後年、スミスはこのアルバムによって彼自身が、 本当に暗くて落ち込んだ人間だというイメージを世間に与えてしまったと振り返り、その後は意識して違った雰囲気の曲も書くようにしたと語っている。1996年、ジェム・コーエンがスミスにフォーカスを当てたショートフィルム、ラッキー3を撮影。この中で披露された2曲は、1997年に、キルロックスターズからリリースされたサードアルバイーザー・オアに収録された。 このアルバムでは、ベース、ドラム、キーボード、エレクトリックギターなど、前作と比べて、多種多様な楽器が用いられた。なお、すべての楽器を、スミス自身が演奏している。アルバムのタイトルは、デンマークの哲学者、キルケゴールの同盟の著書から名付けられた。前作から一点、温かみを増した本作は、インディーズ時代の代表作とされている。この時期、 スミスはすでに重度の飲酒癖を抱えていたが、それに加えて、抗うつ薬を服用するようになる。また、ポートランドを離れ、ブルックリンに引っ越している。1996年、スミスは映画監督ガスバンサントから彼の映画、グッドウィルハンティングのサウンドトラックの依頼を受け、書き下ろしの新曲、ミス・ミゼリー、オーケストラバージョンの ビトインザバース及びリリース済みの3曲を提供した。1997年に公開された映画は、成功を収め、スミスのミス・ミゼリーも翌年のアカデミー歌曲賞にノミネートされた。1998年、アカデミー賞会場でスミスは、白いスーツを着て短縮版のミス・ミゼリーをオーケストラをバックに演奏した。結局、 セリーヌ・ディオンが歌った映画タイタニックの主題歌マイハート・ウィルゴーンが受賞したがスミスからは落胆した様子は伺えなかった。後に彼はアカデミー賞での演奏をこう振り返っている。すごくシュールな体験だった。僕は作曲することと同じくらいライブも好きなんだけどアカデミー賞での演奏は本当に不思議だった。曲は2分以下にカットされたし そこにいた観客のほとんどは僕の演奏を聴きに来たわけじゃなかった。こんな世界に僕は住みたいとは思わない。でも1日だけなら月の上を歩いてみるのも悪くなかったよ。1998年、スミスはメジャーレーベルのドリームワークスレコーズに移籍する。インディーズからのステップアップを果たす一方で、当時の彼は深刻な鬱病を患っており、 周囲に自殺願望を口にするようになっていた。実際に少なくとも一度、本気で自殺を試みている。ノースカロライナに滞在中のある日、明定状態になったスミスは、崖から飛び降りた。彼は、木の上に落下し、枝が彼の体を貫いたが、結果的にそれが自殺を阻止した形となった。後のインタビューでこの事件について聞かれた、彼はこう答えた。そう。 崖から飛び降りたのは本当だよ。だけど、その話題は、やめようよ。キャビティサーチレコーズ幹部のクリストファー・クーパーは、当時の様子をこう振り返っている。彼がポートランドにいた頃、私は何度も彼に自殺を思いとどまらせた。彼は、才能ある人間で生きる価値があるということ、そして、みんなが彼を愛しているということを繰り返し伝えたんだ。 ドリームワークスでの最初のアルバムとなる XO はロブ・シュナフトとムロスロックによってプロデュースされ1998年にリリースされた本作ではホーンセクション、チェンバリン、ストリングスなどを用いた多様なアレンジに挑戦する一方で従来のコーラスを重ねたアコースティックな曲も収録されているアカデミー賞ノミネートの全評判もあり 結果的にこのアルバムが彼のキャリアで最も売れた作品となった。この時期のツアーでは、ポートランドを拠点に活動するバンド、クワーチがサポートとオープニングアクトを担当した。元ヒートマイザーのサム・クルームズとスリーター・アキニーでも活動していたジャネット・ワイスの元夫婦のデュオからなるクワーチは、スミスのキャリアを通じて最も関係の深いバンドであった。 5作目となるフィギュア8は2000年にリリース。再び XO のチームが集結し、一部はロンドンのアビーロードスタジオでレコーディングされた。ここでもスミスは一部の曲でのドラムとベース以外をすべて自分で演奏している。フィギュア8では以前の作品に比べバンドサウンドが全面に押し出されている。特に主旋律だけではなくコーラスワークや伏線率としての 各楽器の様相がオーケストラ的であり、スミス自身もビートルズやドビュッシー作品を意識したと言及している。スミスが開いた新境地はベックやパールジャムをはじめとしたミュージシャンや評論イエスには絶賛された。セールス的にはドリームワークスによるプロモーションが不十分であったため、前作を回った。フィギュア8のアルバムカバーやプロモーション写真からは、 以前より健康になった印象のスミスが見受けられ、アコースティックソロとバックバンドを従いたフィギュア8ツアーも盛況であった。また、アルバムの宣伝の一環として、レートナイトウィズ、コナン・オブライエンやレートショーウィズ、デイビッド・レターマンといった有名テレビ番組にも出演している。しかし、スタジオでの緻密な多重録音により完成されたアルバムの曲をライブで再現することの困難さ。 特にバックバンドの大音量に書き消されてしまうスミスの声の細さは彼を悩ませることにな。自身の性質への自信喪失はアルバムの出来事体への自問にもつながり、ツアーの終わり頃からヘロインを常用するようになる。フィギュア8に続くアルバムは当初、ロブシュナフとの間で計画されていたが、このセッションは完成を迎えずに中断されてしまう。また、スミスは、 ローマンキャンドルの頃からマネージャーを務めてきたマーガレット・ミトルマンと次第に距離を置くようになっていた。結局、スミスは友人のジョン・ブライオンと二人きりでレコーディングを開始。二人はアルバムのためのかなりの量の曲をレコーディングしたが、スミスのドラッグ、アルコール問題が衝突を引き起こし、二人の友情は終わりを告げる。ショックを受けたスミスは、レコーディングの成果物を全て破棄してしまう。 2001年5月、今度はほぼ一人で6作目となるアルバムのレコーディングを再開。レコーディングを手伝ったゴールデンボーイのディビッド・マコーネルによれば、この時期のスミスは1500ドル相当のヘロインとクラックを1日で消費し、しばしば自殺願望を口にし、何度もオーバードースを起こしそうになっていたという。このセッションには、スティーブンド・ドローズ、フレーミング・リップスとスコット・マクファーソンがドラムで、 サム・クームズがベースとバッキングボーカルで参加した。2001年、ウェス・アンダーソン監督の映画、ザ・ロイヤル・テネン・バウムズにおいて、ニードル・イン・ザ・ヘイが劇中歌として使われる。もともとスミスは、ビートルズのヘイ、ジュードのカバーを提供する予定だったが、期限に間に合わせることができなかったため、アンダーソンは代わりにオーケストラに演奏させた。アンダーソンは後に、彼は、 悪い状態だったから、とても無理だったと語っている。2001年から2002年にかけてスミスはほとんどライブ活動を行っていないが、2001年12月20日、ポートランドのクリスタルボールルームで行われたショーのレポートは、彼の外見と行動に対する懸念を示していた。髪は伸び放題で油切っており、顔は武将ひげに覆われ、やつれていた。 薬物あるいはアルコールの影響からか、彼は演奏中に、しばしば記憶障害に陥り、指の動きもおぼつかなかった。スミスが歌詞、時折ギターのコードもを思い出せないとき、観客は、しばしばそれを叫んで教えなければならなかった。2002年に行われた3つのライブのうちの1つは、5月2日に、ウィルコとのダブルヘッドライナーとして行われたが、スミスのパフォーマンスは、 疑う余地なくこれまでのミュージシャンにおける最悪賞の一つ耐え難い悪夢と評されたオンラインマガジンのグロリアスノイズのリポーターはエディオット・スミスがこの一年以内に死んでも驚かないだろうと述べている2002年の11月25日にはベックとフレーミング・リップスのライブ会場にてロサンゼルス市警の警官と乱闘騒ぎを起こしているスミスは 一緒にいた彼女と共に身柄を拘束され、留置場で一晩過ごした。このような苦境の中、2002年末からスミスは、神経伝達物質修復センターに通い、点滴治療によって、ドラッグ中毒を克服した。さらには長年にわたって依存していたアルコールや、抗うつ薬を断つことも成功。ちょうど34歳の誕生日を迎えた頃には、クリーンな体に戻っていた。 この時期にはノイズミュージックに入れ込み iMac を使ったレコーディングにも取り組んでいる。また映画サムサッカーのサウンドトラックのためにビッグスターのサーティーンとキャットスティーブンスのトラブルのカバーなどを録音している。映画監督のスティーブ・ハンフトはスミスの生前最後の6ヶ月をトンネルを抜けた先にある光のようだったと表現している。また スミス自身もアルバム完成を目前に控えたインタビューで、ごここ語っている BR、ここ数年、本当に、自暴自棄になっていた。でも今日は、気分がいい。これは、いいアルバムになると思うよ。BR。2003年10月21日、スミスは胸に負った2カ所の刺し傷が原因で死去。34歳だった。スミスと同棲していたジェニファーによると、当日人は、 口論を七葉はバスルームに閉じこもっていが、突然叫び声が聞こえたので飛び出してみると、そこには、キッチンナイフが胸に刺さった状態のスミスが立っていた。彼女はナイフを引き抜いて、救急車を呼んだが、スミスは搬送先の病院で午後1時36分に死亡した。当初は自殺と見られたが、公開された、検視報告書では、殺人の可能性も否定されていない。 現場のポーストイットには、I am, so ソー r r y love, エディオットゴッドファーギブミーと遺書のようなメモが残されていた。スミスの死後、ロサンゼルス郊外にある、オーディオ関連製品の修理店、ソリューションズオーディオの壁面には、多くのファンが訪れ、花束やろうそくを捧げ、メッセージを寄せるようになった。遺作となった、フロム、エベースメント・オン・ザ・ヒルは2004年10月19日に、 リリースされた。遺族の希望により、本作の仕上げとミックスは、ロブ・シュナフト・ジョアンナ・ボルム、スミスの元彼女を行っている。スミス自身は2枚組でのリリースを生前より望んで、いたが、15曲入りの1枚のアルバムとしてリリースされた。さらに、2007年5月8日には、キルロックスターより2枚組アルバム、ニュームーンがリリースされた。 このアルバムの収録曲は1994年から1997年にかけて録音されたもので未発表曲でもシングル B 面曲で構成されている。売り上げによって得られた利益の大半はポートランドにある慈善団体に寄付された。スミスはマルチプレイヤーでありピアノ、ベース、ドラム、クラリネット、ハーモニカなどの楽器も演奏した。 特にピアノに関しては難解なセルゲイ・ラ・フマニノフの楽曲を弾きこなす技術を持っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。